剣道に用いられる、防具左上、面、右上、同左下、死で、右下、小手防具は、剣術、剣道の稽古で打突を受ける、体の保護具のこと。薙刀、なた、創術、重剣道、短剣道、逮捕術、日本憲法、防具付き空手などでも同様、または類似の防具が用いられる。全日本剣道連盟の規定においては、正式名称を剣道具という、 ただし文部科学省は防具と呼称している。幕末期の防具防具の原型は、江戸時代中期頃から磁気化下流剣術などで存在したが、現在に近い形の防具が完成したのは、江戸時代後期になってからである。鎧並びに兜を元として、携帯性や着装時の動きやすさを吟味した上で、形状、材質等の改良が重ねられてゆき、現在の様式へと変化した。 防具の発達に伴い市内が考案され、木刀による形稽古に代わり市内による試合形式の打ち込み稽古が主流になっていった。幕末に来日した写真家フェリーチェベアとの記述によると、市内の打ち合いから激しい組打ちとなると、先に相手の面を脱がせた方が勝ちになったとあり、防具としての面以外に面を脱がすイコール打ち取るといった。 実践見立ても含まれていたことがわかる。防具という語は、江戸時代に使われた形跡はなく、道具もしくは、武具、具足、竹具足と呼ばれていた。武道士研究者の中村民雄によれば、防具という語の初見は、明治22年の陸軍剣術教班であり、昭和30年の広辞園初版や昭和34年の大緩和辞典に載っていないことから、 明らかに近代の造語であると言えようと述べている。防具の着用剣道具は、面、小手、銅、死での4種からなる。なぎなた防具ではこれに、スネアてが加わり5種になるとともに、小手の様式が剣道用とは、幾分違ったものになる。それぞれの構造や特徴を以下に示す。太字は、各部の正式な呼び名である。面後手銅水剣道具は、死で、銅面、 左後手、右小手の順に身につける。取り外す場合は、その逆の順序である。なぎなたの場合、すね当ては銅をつけた後に着装する。刺しの種類は、ミシン刺しと手刺しとに大別される。ミシン刺しは1970年代初頭に起こった、いわゆる、剣道ブーム以降に広く普及したものであり、それまでは手刺しの防御がごく一般的であった。価格帯は、 ミシン刺しの防具で数万円から数十万円。手差し防具になると10万円程度から100万円を超えるものまである。良質な手差し防具は熟練された職人の下でしか製作することができず、また布地や藍、比較、漆等の原材料にも吟味したものが用いられるため、どうしても高価になりがちである。これは高級な剣道防具が伝統工芸品。 さらにはその生い立ちゆえに一種の芸術作品とみなされていることとも無縁ではない。直射日光は比較を劣化させるため、日陰の風通しの良い場所に吊るすなどして干すことが推奨されている。通常の衣類のような方法での選択はできず、衛生面、悪臭等の問題が発生している。近年では水洗いできる固定が開発されたほか、特殊技術により、 防具を選択するクリーニング業者も存在するがあまり普及していない。ありがとうございます。